everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。4月19日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナゴヤお送りいたします。あのね、みんな聞いてほしいんだけどね、つい先日ですね、まあ二度あること三度あるんだよね、またパンツ破れてた。本当に。あの、一番下のね、あの、若い羊からですね、王子ストレッチやってたんですけども、王子パンツ破れてるよって。まあ、本当にね、桃尻が見えてしまいました。ね、滑り王子マスマンでございます。おだまり。はい。名古屋はなんだか気温差が激しくて、昨日寒いなと思ったら今日は本当に汗だくになったり、皆さん体調管理には気をつけてください。ミソニコミスキーと、実はですね、今私の声 RBCI ラジオで流れております。ほう、まあ今じゃないですよ、アップで、あのもぐもぐタイムのジングルで、私今流れてますので、9時前流れてます。ぜひお聞きください。もぐもぐタイムダンサーズでございます。はい、はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマは記憶。今週のテーマは記憶です。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、マイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリ、またはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日は電話のゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、ジャーキーズバーガーのキャラメルジャーキーさんになります。22時13分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康幸フリージアの花、芋掘りイベントは八重瀬町ぐしちゃん芋生産組合、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナゴヤ。なんとですね、あのツイキャスで、はい、もうアーカーさんがこんばんはの後にハンバーガーのマークになってるし、あとですね、ボーガンズバーガーさんっていうツイキャスネームに変わってる方がいらっしゃいまして、はい、もうちょっと心当たりないです、はい、なんかすでにね、なんかちょっとみんなハンバーガーになってますよ。で、ダンサーズさっき言ってた、あの毎朝お聞きしていますよ、柳ダンサーズさんってなってます。 ありがとうございます。でも実はですね、私もラジオ沖縄に電話出演で、させていただきまして、そうですね、喋ってましたね、ツイキャスで、まだツイキャスじゃなかった、ラジコのプレミアムタイムフリーでまだ聞けます、うん、土曜日、親子ラジオ、はい、親子ラジオで、午前の番組、朝の番組なんですけども、はい、ちょうどですね、10時ぐらいでしたね。はい、はい、新コーナーで、ちょっと電話で喋りました。はい。はい、プチ自慢です。はい、はい。ということで、先週の、メールを、先週届いたメールまだね、ありますので、紹介させていただきたいと思います。はい、お願いします。フルムン新一さんからです。
ありがとうございます。ありがとうございます。我慢のテーマで来てます、はい。基本的に我慢するのはストレスが溜まるので苦手ですが、仕事では気がつけば我慢ばっかりしています。なぜか仕事だと我慢するのが苦になりません。お三方さんは平気な我慢ってありますか？平気な我慢？平気な我慢？平気な我慢、我慢しきれないこと多いよね。うん、でもやっぱりね、おトイレですよね。もうそれはね、どうしても。おトイレ。我慢できなくなることが多いですね。ね。まあ、近くにね、コンビニなんかがあってすぐ入れればいいんですけどね。そうじゃなければね、ちょっとね、我慢する時間が長くなるとね。でもあれも不思議なことに、長く我慢できるときと、いや、もう我慢できないっていうその感覚っていうのかな。うん。うん、そう思ってからが早い場合もありますんで、なかなかあれは大変。なんか何かとそっちの方なんですね。いや、話になるのね、いや、でもそれって、うん、多くないですかそういう話って。そうなの。わかります。今日、それは。うん。ね。トイレが大変。うん。うん、よくね、まあ、これはお話するとまた長くなりますので、はい、そうね。はい。はい。では、引き続きですね、はい、我慢のテーマで、はい、銭形警部さんからです。ありがとうございます、人生は我慢の連続でありますけど、私は以前、柳さんが話していたように、人の人生は良いも悪いも、帳尻合わせの人生となると話していたので、約50年近く生きてきて、散々続きの方が多く、プラスが少ないので、これからは今まで我慢してきたことは、宝くじの高額当選なので、プラスも転じると信じ、人知れず努力も報われると自らに言い聞かせていますということです。ああ、だからまあ人生の後半はいいことがあるようにってことです ね、うん、ね。そうですね。まあでも確かに人生プラスマイナスゼロなのかなと思ったりもします。ね、悪いことばっかりでもないですよね。そうですね。うん。うん、で、悪いことがいっぱいあると、きっと後でいいことありますよね。うん、でもね、なかなか宝くじは当たらないですよ。そうね。宝くじは難しいな、ね。みんなそう思ってるけどね。ね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いいですか、はい、まだ紹介させていただきます。はい、進撃のめいちゃんさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。先週ですね、のメールの続きなんですけれども、はいはい、ダンサーズさんが言ってる通り、知らないうちにストレスが溜まっていたいました。で、まあ、病院の方にね、心のことで、今日も先週ですね、行ってまいりましたが、かなり改善されているこの調子と医者の先生も喜んでいました。このままの感じだと完治するはずと喜んでいてよかったです。あ、そうなんですよ、うん、ね、でも、うん、いい方向に向いてるということでね、まあね、これから公開放送も増えると思いますし、うん、そうそう、まあ、実際に先週の休日行ってるでしょ、うん、ね、梅ちゃんさん行ってるからきっとね、うんうんうん、やっぱりこれがなかったからちょっとあれだったのかも、うん、元気がなくなってしまったのかもしれないですね、うん、そうですね。そして、続きあります、はい、我慢ね、やっぱりお仕事中のトイレの我慢あ、やっぱり、うん、あれやっぱりね、それなのだよね、それはダメ、膀胱が腫れる可能性があるので気をつけていないといけない。お仕事中でもトイレには必ず行ってます。早くコロナ禍が明けたら、パーッとお祭りパーティーを我慢せずにやりたいなということでした。そうですね。ね、うんうん、考えてる通りのことですね。うん、はい、うん、まあ、いろんな、ね、心もリラックスさせないといけないですから ね、 ですね、うん。そしてトイレは我慢しちゃダメよっていうことですよ。そうなんです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。続いてですね、はい、今週のテーマ、記憶できております。はい。これアンツバさんからですね、はい、あれ安定の翼アンツバです。おあ、いいね、安定してるんだ。安定の翼いいです ね、 ね、うん、そうですね、はい、はい、王子みそさん、ダンサーさん、お久しぶりです。王子は赤ちゃんの頃の記憶は覚えてますか？覚えてるわけないじゃん。王子今ね、つい何分前のこと忘れてるからね。一番ひどい時は普段メガネしてるんですけども、頭にね乗っけたまま、あれメガネどこ行ったかなって、うん、すぐ本当にね、何分か前の話ですよ。個人じゃないですか、ね、それを探してるからね。はい、ほとんどの人が赤ちゃんの時の記憶はないですが、実は赤ちゃんの頃は怖い思いすることが多いので、大きくなって怖い思いをしないためらしいですよ。あ、そうなんだ、うん、だからちっちゃい時はこう、赤ちゃんの頃は怖い思いをするってことですかね、うん、ちなみに王子の今怖いものは何ですか？怖いもの ね、 ね、やっぱり怖いと怖いね、
基本、うん、どうなんかな、はい、やっぱりちょっとね、お化け系は本当はずっと怖いと思ってるんですけども、うんうん、で現実的にあんまり怖いっていうのがね、はい、ということでですね、うん、はい、もう時間ですわ、ね、あ、そうなの、はい、はい、はい、ということで CM の後は電話ゲスト、はい、キャラメルジャーキーさん登場です。はい、建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花梨など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備・塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ 052-653-0071 052-653-0071 までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。私ども東海共和の国内物流部は名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。 FMJG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクターand オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333 または電脳職人村で検索。ただ一つ叶うならお母さんに会いたい、その思いが僕の心を動かし歌にしました。福田康之、プリージアの花、キャンパスレコードにて絶賛発売中。ねえねえ、学校のイベントは決まったの？まだなら八重瀬町の畑で芋掘り体験はどう？1人500円で約2キロの芋を持って帰るって。予約は 098-998-4010。 ぐしちゃいも生産組合、あさとに電話したらいいさ。はい、電話ゲストコーナーです。本日はジャーキーズバーガーのオーナーでございます、キャロルジャーキーさんです。こんばんは。あ、こんばんは。どうも。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先日はどうもありがとうございました。あ、いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。先に自己紹介します。あ、そうですね。はい。よろしくお願いいたします。いいですか、はい、はい。すいません。安定の翼、あんつばです。よろしくお願いします。違う。あ、違う。違いましたね。あ、すいません、はい。ジャッキーズバーガーのオーナーやってます。キャラメルジャッキーです。よろしくお願いします。はい。はい。ではですね、今のジャーキーズバーガーですけど、まず、いろいろメニュー、私、見ているんですけども、はい。こちらは、どのようにメニューの方で考えられましたでしょうか？メニューはそうですね、まあ、うち母と二人で、はい。ジャーキーズバーガーを経営させていただいてるんですけども、はい。その中で、まあ、アメリカンな、はい。まあ、ボリュームのあるハンバーガーに、沖縄をちょっと、アレンジした感じを入れたいっていうことで、はい、基本的には、まあ、ちょっとアメリカンがメインになってきます。
ああ、そうなんですね。そんなハンバーガーですね。はい。はい、で、やはり、興味を引いたのがですね、ちょっと、はい、こちら今、後ろにも書いてあるんですけど、ヌーガヒーバーガーなんですけども、はい、はい、はい。まず、このネーミングと、あと、どういったバーガーか教えていただいていいですか？はい、そうですね。ヌーガヒーガバーガーの、名前のコンセプトなんですけど、はい。まあ、見た目からして、何かわからないっていうことで、はい。はい、何これっていう、まあ、沖縄の方言でヌーガ、ヌーガって言うんですけど、はい。まあ、ヌーガヒーガとも言うんですよね。はい。それを、もじって、はい。なんだこれバーガーっていうことで、ヌーガヒーガバーガーに、させていただいたんですけど、そうなんですね。まあ、中身の方は、まあ、軟骨ソーキを使ってまして、はいはい、で、まあ、ちょっと食感が、柔らかい感じの中に、ちょっとジューシーさを、追求して、甘辛な、ソースを加えて使っております。はい、あ、そうなんですね。いや、はい、ネーミングもすごくインパクトあったし、うん、ヌーガヒーガーって言ったと思うんですが、はい、ターヤガと思ったんですけども、はい。実はその、はい、ヌーガヒーガバーガーを、食べたものが今、隣にいますので、変わります、ね。あ、はい。はい。はい。こんばんは、みそにこみすきです。はい、お久しぶりでございます。はい、ご無沙汰しております。本日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ヌーガヒーガバーガー、実際にね、食べさせてもらいましてですね、はい、やっぱり、沖縄らしいというか、こう、はい、県外の、沖縄県外の人が行って、ちょっと、はい、興味をそそるというか、はい。ねえ、お味でしたけれども。美味しかったです。ありがとうございます。なかなかね、探しても、こう、ね、軟骨ソーキのバーガー食べれる店はなかなかないので。はい、そうですよ ね。そこはちょっと自慢してもいいんじゃないでしょうかね。ありがとうございます。はい、まあ、インパクトという意味では、はい、その沖縄らしさっていう部分を、まあ、ちょっと出したかったっていうことで、はい、軟骨ソーキを、うん、まあ、軟骨まで、なんていうんですか、トロトロにする感じで、はい、うん、はい、作らせていただいてます。うん、とても本当にソーキが柔らかくて、はい、ね、はい、食べやすかったです。美味しかったです。あ、ありがとうございます。で、ですね、はい、こうメニューの中でですね、今月のチャレンジバーガーっていうのがありまして、はい。で、私はちょっとチャレンジできなかったんですけれども、はい、今チャレンジバーガーはどんなようなバーガーですか？そうですね。今月のチャレンジバーガーと称しているのは、はい、毎月、ハンバーガーを、違うハンバーガーを出していこうということで、うん、まあ、ジャーキーの、まあ、ある意味本当にチャレンジするハンバーガーになってます。で、4月なんですけど、はい、4月のハンバーガーは、シシバーガーを、シシバーガー、はい。考えて作りました。これは、獅子っていうのが沖縄の方言で、お肉を意味してまして、うん、はい、はい。で、その、お肉をたっぷり使ったハンバーガーを作りたいっていうことで、うん、今回ローストビーフをメインに、はい。はい。そうなんですよ、実は。そう、実はですね、後でですね、はい、皆さんが結構お店に行かれた写真を見て、わー、これも食べたかったって思ったんですよ。はい、ありがとうございます。もう、ローストビーフも、本当に 150g っていう、もうちょっとボリューミーな、量に仕上げているので、食べた方からは、皆さんちょっと、こんなに肉使っていいのっていうことで、うん、お声もいただいたんですけど、そうですよね。まあ、はい、頑張って赤字切ってやらせていただきます。そうです、そうです。ダンサーズが食べた、ちゃんと、はい、やってます。はい、私いただいたのが、ジャーキーズバーガー、ジャーキーズベーコンですね。うん、ジャーキーズベーコンですね。はい、こちらをいただいて、うん、はい、ちょうど今、ツイキャスの右上に載ってる写真が、はい、これがジャーキーズベーコンになりますね。あ、そっちにもありますね。はい。はい。ちょうど写真がありまして。はい、ちょっと見えるかな、はい。ちょっとツイキャスでご覧の方は見えるかな、あ、光っちゃってるかな、はい。はい。ね、ボリュームがあるんですね、これもね。すごいボリュームがあって、めちゃめちゃ美味しかったですね。ありがとうございます。でですね、まあ、このハンバーガーとですね、はい、ゆかりがあるのかどうかわからないですけど、ちょっとこの男も喋りたいと言っておりますので、変わります。はい。滑り王子マスクマンでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。あのですね、私ですね、はい、はい、やっぱりゲストの方、特にオーナーさんがね、あのゲストの時にはですね、いつもお願いをしてるんですけども、はい。ですね、まあ私もですね、そのね、チャレンジバーガーにちょっと興味がありまして、はい、まあできることならですね、オージーバーガーをね、はい、作っていただいてですね、おだまり。あら、もう早いね、今日は。まあ私、辛いの得意だもんですから、このチャレンジバーガーでね、はい、島唐辛子10倍ってやつを作っていただいて、おだまり、はいはい、これ本当のチャレンジでしょ、おだまり、そうです ね、チャレンジですね、それをですね作っていただいて、はい、まあ、王子はね、私は食べれますんで、まあ、大体どないか辛くてもね、はい、食べれますんで、はい、ただ次の日にお尻が痛いってことはありますけども、そうですね、はい、うん、ちょっとそれに興味がありましてですね、はいはい、一応このお名前はですね、はい、王子バーガーとしてねお願いしたいなと思ってね、はい、オファーをね、かけたいと思うんですけども。はい、おだまり。そうですね。お断りします。早いですね。追加してですね、はい、ヒカルさんからですね、ケチャップ、はい、マスタード、ソースなど抜きはできますかということで、質問が来てます。そうですね。その都度、お客様の要望に答えしまして、うん、そのドレスを抜いたりとか、あとトマトを抜いたり、玉ねぎ抜いたりもさせていただいてますし、あと半分に切ってほしいっていうお客様に関しても、はい、ハーフカットして、提供をさせていただいております。そんなことができるんですね。はい。そうか、ちょっとシュアシュ食べればよかったな。逆のパターンで、そのケチャップとかですね、はい、まあ、そういうソースが、増量っていうのは、やっていただけるんですかね。そうですね。その要望にもお答えしますし、あと、まあ、5月から、ちょっとビーフパティを増やしたいっていうお客さんだったり、野菜を増やしたいっていう場合は、プラスアルファのちょっと料金はいただくんですけど、それも、まあ、ちょっと前向きに検討はしている状態で。いいですね。いいですね。ね、やっぱりね、そういろいろ要望ありますよね、きっとね。あと、はい、そうですね。ハンバーガー以外で、最近、はい、パンケーキでしたっけ、はい、パンケーキ、はい。そちらもされていらっしゃるって聞いたんですけど、そうですね。ベリーベリーパンケーキと、はい、あと、もう一個忘れたんですけど、アンバターのパンケーキの2種類を今回出させていただいてます。はい、いや、こういったパンケーキ、甘いものがあるとですね、例えばその、はい、がっつりハンバーガーというよりも、ちょっとお茶しながら甘いものっていうの、うん、これができて、すごくいいなと思ったんですけど、はい、狙いってそうですね、そんな感じなんですか？そうですね、狙いとしてはやっぱりハンバーガーを食べに来るお客さんがまあほとんどだと思うんですけど、中にはご家族連れのお客さんで、はい、いやハンバーガーよりまあちょっと甘いの食べたいなとか、そういったお客様もいらっしゃるんじゃないかということと、はい、あとはティータイムに、はい、ハンバーガーを食べるお客さんっていうのがなかなか少なかったっていうこともありまして、はい、そうですね、そのティータイムをまあ甘いのを食べながらコーヒーだったりアイスティーだったりっていうのを召し上がっていただきたいなっていうことで今回作らせていただきました。いいですね。なんかコーヒーもこだわりがあるとお聞きしたんですけれども。はい、コーヒーは、はい、沖縄焙煎のコーヒーをちょっと使わせていただきまして、うん、あるメーカーさんから、まあ、そういう提案があったっていうことで、その沖縄っていうコンセプトに、ジャッキーズバーガーがちょうどマッチしたので、ぜひちょっと使わせていただきたいっていうことで。はい。はい、させていただいております。楽しみですね。はい。はい、では、ジャギーさん、では、改めてですけども、場所と、はい、あと連絡先と、分かれば教えていただけますか？はい。場所が、沖縄県那覇市前島 1-9-5 ですね。三重橋駅と、牧師駅のちょうど間ぐらいにありまして、川沿い、そのまま、モノレール沿いをずっとまっすぐ、川沿いを行っていただくと、ちょうど真ん中側の、ちょっと説明はしにくいんですけど、うん、その近くにあります。で、58号線から入る際は、トマリンの手前の十字路を右に曲がっていただいて、200メートルほど先に行った右のちょっと裏手側になります。はい。で、はい、あと電話番号ですね。はい。今、固定電話がないので、まあ、ジャッキーの、携帯番号、お伝えしております。はい。090-6858-6997 番ですね。はい。はい。090-6858-6997。こちらでよろしかったですか？
はい。はい、そうですね。はい、はい、もしですね、場所がわからないということでしたら、今、申し上げた番号の方にかけていただければと思います。ということで、はい、お時間となりました。全然普通に喋れてますよね。はい。いえいえ、4回か5回ぐらい練習しました。本当だったんですが、よかったですね。いや、嘘です。本当に何喋っていいか分かんなかったんで、頭真っ白なんですよ、今。はい、隣の男より上手に喋ってたと思います。はい。ですね。はい、それは、はい、それはそう思いました。はい。よかった。いいです。ごめんなさい。嘘です。ということで、はい、本日は、はい、ジャーキーズバーガーオーナー、キャラメルジャーキーさんでした。どうもありがとうございました。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 はい、メールご紹介していただきます。はい、はい、お願いします。お願いします。あら、マンタキラジオの美奈子さんです。はい、こんばんは。はい、こんばんは。テーマ記憶、私の場合役に立たないことに関する記憶はありますが、肝心な記憶はなくすことがあります。例えばイオンモールライカムや大型ショッピングセンターで車をどこに止めたか記憶がないことも。あら、あら、なんで車を止めたところの近くの、あ、ごめんなさい、なので車を止めたところの近くの柱に番号や記号があればそれを写メしています。そして帰宅後その写メは削除しています。皆さんもどこに車を止めたか忘れやすい方は写メをおすすめしますということでございます。そうだよね、どこにね止めたかって忘れちゃうとその番号ありますの でそこのね写真を撮っとけば大体わかるっていうことがありますけども、王子ねそこまでたどり着かないんですよ。っていうのは、まあ、大体こうね2階とか3階っていう、うん、それを忘れてるから、で本当は3階に止めてあるのに、うん、2階に行ってずっと探してもないっていうね、あら、その柱までたどり着かないってことがありますんで、うん、結構大変。結構大変ね。はい、ということで、はい、お時間となりました。はい、もうエンディングなの？エンディングでーす。ありゃ、ありゃ。はい。来週のテーマは高い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 。来週のテーマは高いになります。この番組は芋掘りイベントは八重瀬町ぐっちゃん芋生産組合キャンパスレコードで絶賛発売中、福田康之フリージャの花、ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、アートワークウェブサイト FMJG、 陸上海上輸送一貫サポート名古屋東海共和、自動車整備士を目指す方、奨学金返金不要名古屋トリプルエイト、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。はい、本日もありがとうございました。ペーターさんが何回だったのかも、うん、出入口写メしましょうって。うん、そうだね。もうそれね、写メしなきゃいけないってことを忘れますから ね。はい、キャラメルジャーキーさんが緊張の汗が止まりませんっていうことで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、はい、ということで、はい、おまけのコーナーがあります。ツイキャスで続き、はい、お楽しみください。閉店。